千葉県千葉市中央区の歯医者 MF レンタルクリニックのマスコットキャラクターハリーです。今回は歯磨きの頻度についてお話しします。歯磨きは1日3回が理想です。朝昼晩すべての食後に磨けば3回になります。その中でも特に寝る前の歯磨きは大切です。寝ている間は唾液の出る量がガクッと減ってしまいます。そのため寝ている間に細菌が増えてしまい、虫歯や歯周病が進行してしまいます。さらに細菌の増殖は口臭の原因にもなりますので、その流れで起床後の歯磨きも重要です。また朝の歯磨きは人としてのエチケットとして基本ですので、絶対に磨くようにしましょう。歯磨きの回数よりも1日の歯磨きを大切にし、丁寧に歯を磨くことが大切です。